今日実は言うとね、今日は3月の5日かな、うん、3月の5日朝から照英のねヘルメットが取れたんですよ。で、以前に動画で伝えてた、照英の Z8 のね、プロローグっていうね、トリコロールのね、白地に赤にブルーのね、あのヘルメットを実際と買おうと思ってたんですけど、結局、ちょっといろんなサイトを見てて、Z8 のマルク・マルケスのアメリカンスピリットというねレプリカにしました。ほんまかいな。ちょっとドキドキ。今から開けます。全然開けてないんですよ。今から開けようかなと思います。今宅急便で届いて、で全然開いてないんですけど、まあ、開くの、そのまま開くのはちょっともったいないな。せっかくなんで、ちょっとこの緊張感をそのまま動画にしようかなと思いました。別にこんなんはたくさんレビューしてはるんで、そんなにみんなあんまり興味ないと思うんですけど、まあこれは私の、まあ、なんというのかな、この緊張のね、新しいものが入ってきた、その新調する時の緊張感をね、そのまま動画に残しようかなと思ったんですよ。ね、どうしようかな。まあいいや。開けてみましょうか。私これ M、M 買ったんですよ。M なんですよ。M なんですよ。M なんですよ。そのフィッティングっていうとこはあんまり、そんなにここフィッティング必要かなっていう感じやったら、それぐらいもぴったりなんですよね、私 M がね。さあ開けますね。どんな感じやろうね。どんな感じって見てるから分かってんねんけど現物はね、ライクランドで見てるんですけど、これはあれドライレンズですね。あ、そう、今日ね、実は言うとね、私のグラムスターのシールドも変えたんですよ、新しく。で、別にその傷ついてないんですけど、全くね、大事に使ってるんで、もうかれこれ3年近く使ってるのかな、いや2年半か、3年なってないか、うん、ぐらい使ってるんですけど、全然傷ついてないんですけど、ただ問題があって、このドライレンズのとこのこの爪のとこを折れてしまって、ドライレンズがつけられなかったんですよ。で、そのドライレンズだけ買っても、この爪が折れてるから、ドライレンズのこのレンズがつけられないんで、そのドライレンズと、シールド、うん、それをもう、また新たに買いました。でも、それを、さっき、グラムスターにつけましたね。これが何でしょうかね。あ、チンガードですね。チンガードに、これチンガードね、顎のところに、ここの顎のところにね、つけるやつですね。で、これが鼻のとこの、なんて言うんですかね、これは。なんとかピース？なんでやねん。なんて言うんですかね、これは。なんとかピース、なんそれはノーズピースやろ、つけるやつですね。あとなんか照英さんのステッカーが入ってますね。保証書かな、なんか入ってますね。これがドライレンズね、曇らないやつね。中も本体入ってますよ、これ。ほらもう待望の Z8 ですわ。これを私はお待ちしてましたね。
なんでバイクを先に買ってないんやみたいな、まだバイクはまだかみたいな思ってるかもしれないけど、ちょっと待ってください。順番順番。そう、この ZE とね、マルケス、マルクマルケスの限定版ですね。もうこれは限定仕様やから数しか作られてない。おお、かっこいい、派手やな見えますかこれ、ちょっと遠いかな、近い、あ、近いかな、すんごい近いかもしれない。おお、見てくださいよこれ、これかっこいいね、ド派手でしょ。あ、トリコロールというか3色ぐらい使われてるね。ブルー、もうブルーやと思ったけど、ブルーとちょっと紺が使われてるね。ブルー、紺でホワイトで、まあ赤というかこれはオレンジではないけど、オレンジに近い赤かな、うん、まあ朱色みたいな感じのカラーですね。すごいド派手なんでしょう。でもこのカラーってね、こう見たらわかると思うんですけど、ホンダのね SS のカラーに似てません？ホンダって大体こういう配色なんですよね。ブルーがちょっと混ざってるんですよね、ホンダの CBR とか。 CBR はね赤と白とブルーなんですよね。大体主流として赤が主流として使ってあって、でブルーがほんのり入ってるんですよね、こういうメタリックのね。で白も入ってるんで、まあまあ全然 CBR には、ロクダボには全然合うカラーなんで、これもこういうのは今までこういうカラーは買ったことないんで、前代未聞、私からしたら前代未聞のグラフィックですね。今まであんまりグラフィックは買ってないんですね。結構シンプルなのが好きで、本当にもうね、シンプルなもうベタっとした色のやつとかが多かったんですけど、グラムスターももうブラックもう一色で、ね、ただそのグラムスターに関してはいろんなねステッカーが貼ってあるの、私はもうまあド派手なステッカーいっぱい、もうレーシーな感じにね。ちょっと 見ますか、これ今ね、マルク・マルケスのアメリカンスピリットですけど、はい、これ今さっきね新しいねグラムスターのシール、ああ、こっちのシールだ、うわお、新しいねシールド、新しいシールドをつけたんですよ。だからまだこれめくってないんですよ。このめくる緊張感をちょっと後に残しとこうかなと思ってこれ私のグラムスターですよ。形はいいでしょ、形はいいんですよ、私これ大好きなんですよ。棒体がねちっちゃいんですよね、ですごく軽くてね、でいいんですよね。やっぱりでもただそのもっと贅沢言ったら中のね、なんていうんですかね、こう見たら分かるんですけど、私ね、これ見えるかな、イヤーピースっていうかね、このイヤホン、このインカムのねスピーカーがね、これスモール型つけてるんですよね。スモール型しかグラムスターをね最小限にこの肉厚をね薄くしてあるんで、だからこういうとこのスピーカーのスペースがないんですよ。だからもうこういうスモールスピーカーを使って使ってるんで、まあ耳が痛くならないんですよね。で耳が痛いんですよね、普通の付属してる大きなスピーカー使うと。でそれを使えないんで、私のグラムスターはこういうスモールスピーカーを使っています。でもスモールスピーカーでも全然音質は変わんないんですけどね、多少は変わるんですけどね。やっぱ大きいスピーカーで聞くのが一番音質はいいと思うんですね。で私のはビーコムで、ビーコムもうこれも色消えてるんですけどね、もうビーコムの何やったっけ、ビーコムのね今のタイプじゃないんですよ、 6X、 あ、 6X ですね、ビーコムの 6X で、今度 6XR をね買って、このこのヘルメットに装着しようと思ってます、うん、これにはもうやっぱりね
で、別売で売ってるビーコムの別売で売ってるスピーカーがあるんですね。もうちょっと上質なやつ、付属してるスピーカーよりももっと音質が高、いいやつが、それを私また買いました。それがまあもうあと2日か明日か明後日ぐらいには届くんですかね。それにはもうこの Z8 に付けようと思って、もう静音性がね、 Z8 はもうすごくいいんでね、ちょっと開けるの慣れないな。そうそう、静音性がすごくいいんで、で、まあ、グラムスターも悪くはないんですけど、グラムスターは結構隙間がありますね。内装にしてもぴったりしてないし、やっぱ結構どっからかやっぱ風が入ってくるし、風切るも結構ね避けられないですね。グラムスターは軽いんですけど、実際まあ軽さはね、もうグラムスターよりも軽く感じるんです、体感的には。こっちの方がね、なんでか言ったらこうホールドされてるというかな、中のその内装によってすごくしっかりと全部ね。で、あと首のね、ここ見てください、これ入り口がすごく狭いでしょ。ほんま柔らかいから全然入れたら、あ、何や入るやんみたいな感じ。最初見たらこれ俺の頭入らんの、キッツーって痛いやろなと思ったら全然痛くないんですよ。スポンと入るんですよね、柔らかいから。こうで、グラムスターはねもうちょっと広いんですよ。グラムスターはなんでこれ、やっぱり、Z8 が静音性があるっていうのはやっぱりこういうとこなんでしょうね、多分ね。あとまあ内装がしっかりとこう埋まってるというかね、分厚く。でこれは私の普段かぶってるグラムスターなんですけど、グラムスターはねこう見たら分かるように広いでしょ。だからこういうとこからもやっぱ風がこう入ってくるわけなんですよね。うん、風が入ってきやすい。今はもうこれチンガードしてますけど、冬はねチンガードしてますけど、まあ、夏はもう暖かくなってきて外しますけどね、風が入る方が涼しいね。まあ、結構まあ静音性に関しては悪、めちゃくちゃ悪いというわけじゃないけど、ただほら、グラムスターの場合はここの口がね、もう最初から開いてるんですよ、こういう吸気というかね、なんていうかな、ダクトっていうんですかね、こういうダクトが最初から開いてるんです、前は。だからどうしても風切るのはこれは避けられないですよね。で結構ね、まあそんなに私はね風切りも気になることはなかったですね、これをかぶっててね。そんな全然っていうことないけど、そんなには気にならなかったですね。やっぱり YouTube とかこうなんていうかな、マイクを入れて喋ってると、その風切り音がやっぱりちょっとは入らんことはないけど、私この口元の中に、この中にねここへマイクを仕込んでるんですよ。ほらここに顎のところにね、なんか別にその風切り音が入ってくることは、別にそんなに音するっていうことは全然困らなかったですけどね。でただどっからか入ってくるのはやっぱりここのね、口のこの顎のここのねダクトから入ってくるんやろね。これはもう完全に密閉することできない、ここだけなんですよ。ほんでグラムスターのそのダクトっていうのはもうここのここの前のね、フロントのここだけなんですよね。そうだからまあまあそんなに、ただその音楽をね、何というかな、あれは何て言うんですかね、音を遮断するやつ、その雑音をさ遮断するあれ何て言うんですかね、名前忘れたな。私も BOSE のスピーカーじゃないわ、ヘッドホン持ってるんですけど、それがすごく周りの音が全くほとんど聞こえないぐらいに遮断する、ああいうそういうシステムがあるんですけど、それちょっと名前忘れたんですけど、まあ後で文字でね今出しときますけどね、格好した時に。でそれで静音性がすごくね高いんですよ、こっちはね。だからこっちにはすごくいいスピーカーのビーコムのいいスピーカーをつけて、でなおかつビーコムのね
6XR R の方ね、新しいやつを、ね、あの装着しようと思ってます。スピーカーも買ったんですけどね、明日か明後日ぐらい届くんですけど、その上質なスピーカーをやっぱりね、静音性が高いし、せっかくなんでやっぱり音もいいんで、音楽もすごい綺麗に聞こえるんでね。でやっぱりビーコンはすごい音質がめちゃくちゃいいんですよね。だからやっぱそこでやっぱりさらにその中で出たオプションで出てるスピーカーをつけようかなと思ってるんですよ。せっかくね、静音性の高いこの ZE とね、カブロンでね。この Z8 のねダクトはね結構ねたくさんあるんですよ。これ、まあ、まずフロントね、これ今このフロントね、これね、あとフロントにはもう一個あるんですよ。ここサイドにも、あら、そうそう、この3つね、ね、あと顎の元に、この顎どこやったっけ、こうか、顎にこれも、これで風がここから入って、ここから入ってくるんですよ。この1箇所2箇所3箇所4箇所から入るようになってます。でもこれを閉じてたらまあ風は入ってこないと思うんですけど、全くね、うん。でそのダクトの風がこの後ろのここから出てくるようになってるんですよね。ここからね、そうそうそう、ここからもう全部出てくるんですよね。でこれはいいなと思ったのは、ここをね、ビーコムがねすごい綺麗にちゃんとこう収まるというかね、収まりやすいし、この線もこの間に隙間に埋めることもできるし、もうやっぱりほんまにこのなんていうかな、元ブロガーとか YouTuber の人にとってはすごくいいんじゃないですかね。 Z8 はもう、ほんであと空力性能っていうのがすごい高いっていうのをね、聞いてたんです。やっぱりね、やっぱこういうスーパースポーツとかにも行けるし、もうこの、ね、ヘルメットに関してはね、スーパースポーツから街乗りのスクーターまで行けると思うんですよね。でやっぱりこう快適にこの音楽を聴きたいし、まあそういう意味ですごい Z8 が欲しかったんですね。全く風切りももう入ってこないし、でやっぱりスーパースポーツ乗るにはやっぱりちょっと空力性能をね、やっぱりこうちゃんと考えたヘルメットが欲しかったんで、こういうとこがいいですよね。ウィングっていうかね、この風をねこう切っていくんよね、こう風の流れをね、ちゃんとこのくびれがまたかっこいいですよね。 Z8 のこのくびれがね、こうシェイプしてるとこ、こういうところもねやっぱ考えられてるし、でグラムスターはもういかにもシンプルな形してるけど、これやっぱなんかレーシーですよ、うん。さらにこの Z8 の上に、X15 っていうね最高峰、これの一つ上の、モデルが X15 ってあったんですけど、まあそこまでいらんかなと思ったの。そこまでサーキットとか走るような感じのね、ほんまレースで使われてるようなね、いやこれでもレース十分使えるんですよ。使えるっていうか結構使ってる人もいると思う。でグランプリなんていうんですかね、あれ GP 元 GP とかで使われてるのはやっぱりそういうX15 とかは使われてるみたいですね。今これグラムスターとね Z8 とこう並べてるんですけど、やっぱりこうパッと見でもね分かると思うんですけど、微妙に、Z8 の方が若干ね棒体の大きさがちょっと大きいよね、実際ね。やっぱりグラムスターはやっぱりそこらはコンパクトに作られてるんで、シンプルにちっちゃく感じると思うんですけど、感じるというかまあ小さいですね実際にね、うん。でも Z8 もだいぶねこれコンパクトなヘルメットやと思います。うん、すごくでもこういう感じで並べてみたらよくわかりますね。うん、グラムスターはやっぱ小さいですね、うん。
でも Z8 もね結構ね、あの小さい Z8 も Z7 かな、なんか前のやつはなんかもうちょっとでかかったみたいなことを言ってはったんですけどね、かなりもう、うん、小さくなったみたいですけどね、うん、昔もっとでかかったよね。でかいヘルメット多いのはあれどこやったかな、カブトとかでかいですよね。ボンバーマンみたいな感じの、なんか宇宙にやっていく、なんか宇宙になんか行くんかみたいな感じの、そう。あ、そうなんですよ。Z8 ってセンターなんよね。今更言うのはなんやけど、こうセンターロックなんですよ。これ、こうあれどうやって押すの？これ。なんかセンターロック解除するの？どう？あ、もう解除されてるのか。でこれでセンターロックかな？あ、されてんね。で、これ押すんやね。微妙に。今直してこうね。で、グラムスターの場合はね、このサイドからやったんですよ。だからこのサイドの、このサイドから開けるときに、どうしても片側からこう上げるから、力がこう、斜めにこう、歪むというかね、歪むんですよね。で、センターからこう、あの、開けると、その歪みがなく、そのままスッといけるんやね。で、静音性もやっぱりここでだいぶ違うんよね、多分。センターロックでピシッとこう、なんていうかな、遮断してるから、どうしてもこれはね、シールドって曲がる、多少癖ついて曲がるんですよ。だから斜めからこう横からピッて上げてるので、どっかに隙間が起こるんですよね。少しずつ。で、センターからこう上げる癖になったら、なんちゅうの、バランスよく上げるから、やっぱそういう意味でいいと思いますね。これ一回全開にしましょう、タツトも。視界はね、結構グラムスターはかなり広いんですよ。え？いや、その Z8 もね、そんなに、いや、かなり広いなと思いましたね。うん、同等ぐらいか、もしくは。同等ぐらい広いですね。この辺の口の顎のとこはちょっと広いですけど、この辺に GoPro つけたらいいよね。これはここでつけられたけどね。そう、グラムスターと Z8 の違い、こんな感じですね。もうほぼ一緒ですね。視界の広さはね。そう。この辺の肉厚がすごく分厚いよね。だからすごくこうホールドされてる感がある Z8 は、うん、グラムさんはまあ最初サラの時は、新品の時は結構まあしっかりとこうグッとこうホールドされたけど、やっぱり被ってるうちにこの中の内装がこうへたってくるから、ちょっと隙間が空き始めてるところもあるんですけどね。でも Z8 はほんまにね、っていうぐらいね、びっくりするほどフィット感がびっくりしたね。あって、これはいいなぁと思った。で、あまりにもそのフィット感がありすぎて、全然こう重さを感じなかったですね。むしろ、やしろ、たしろ、まさしやで。Z8 の方が軽いかなっていう感じのぐらい体感はね、感じましたね。これもまだめくってないんですよ。グラムさんの新しいこの、シールドを変えたんですけど。別にそれシールドを変える必要もないんだけど、中のね、なんていうんですかね、この、これね、なんていうんですか、ドライレンズっていうのを、ここのピンですね。ドライレンズのね、このピンがね、ここに見えるかな？このピンが中で折れてたんですよ。で、そのドライレンズを外して、シールドだけで、この冬ずっと乗ってたんですけど、やっぱ曇るんですよ。めっちゃ。寒い時は。で、やっぱ寒い時期は曇るんですよ。どうしてもこう中の温度と外の温度が違うから。やっぱりドライレンズがないままでシールドをするの嫌やなと思ったんで、新たにもシールドとドライレンズを両方買って、新たにつけたんですね。これが Z8 のね、全体の形を見ることができます。